ベルベージュの野原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみとなっております。ご了承ください。お問い合わせの方はベルベージュウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品は、10月14日の夜21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。まず商品、T シャツからいきます。こちらタグがちょっとかすれちゃってサイズ表記見えなくなっちゃってます。エアボーンの T シャツですね。白ボディで程度も、ざっくりですね、いい状態だと思います。サイズ表記あるとしたらだいたい L ぐらいですかね。僕がちょうど着れるぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方のお値段は6800円に消費税になってます。続いてこちらがフルーツオブザルームの XL、 こちらデッドストックの状態ですね。カクテルティーになります。デッドストックなので、少しこの黄ばみはあるんですが、ただ洗濯で落ちるぐらいの程度かなと思います。こちらの方のお値段が7800円に消費税になってます。続いてオニータの XL 表記ですね。 100% コットンの方でビリヤードの8ボールのプリントですね。黒ボディでかっこいいです。程度も結構いいですね。オニータの XL なんで結構大きめですね。僕が普通にちょっと余裕ある感じで着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方のお値段が9800円に消費税になってます。続いてこちらがジャージーズの L 表記、こちらは50/50のボディですね。バットマンのパロディでそのアフリカの、地図になってますね。で後ろにもちょっとメッセージが入ってます。程度もいいですね。こちら L 表記で僕はちょっと、気持ちぴったりするぐらいのサイズ感です。こちらのお値段が15800円に消費税になってます。こちらハーレティですね。サイズ表記 M 表記になってます。こちらも 50/50 の表記ですね。インパクトありますね。こちらが M 表記なので僕はちょっと小さいですかね。ほんとぴったりするぐらいのサイズ感です。こちらのお値段が5800円に消費税になってます。続いてチャンピオンのバータグ L 表記ですね。 100% コットンのです。ポケット付きの胸にワンポイント入ってます。背中は無地ですね。多少その使用感ありますが、そのダメージはあんまりないかなと思います。バータグの L 表記で僕ちょっとぴったりするぐらいのサイズ感です。着丈はちょっと短いですね。こちらのお値段が6800円に消費税です。続いてラッセルの S 表記、こちらデッドストックの状態ですね。グレーの赤ボディにグレーの三段ラバーですね。こちらもデッドストックなだけあって程度はかなりいいです。 S 表記なので僕はちょっと小さすぎますかね。ちょっと正直着るのは難しいぐらいのサイズ感です。こちらのお値段が6800円に消費税になってます。続いてちょっといいタグついてますね。スタンレーの XL 表記です。ビーバス&バッドヘッドの中でも結構いいグラフィックのデザインですね。背中は無地です。アメリカの方でも結構ね、その高値で取引されてるようなものになるので、この辺はかなりいいかなと思います。スタンレーの XL 僕はかなり大きめですね。こちらのお値段が12800円に消費税になってます。続いて映画 T ですね。こちらタグはヘインズのビーフィーの XL 表記、ダンスイズウルフスになってますね。ケビン・コスナーの映画です。ロン T で背中無地ですね。ロン T 結構珍しいと思います。XL なんで僕は結構大きめに着れますね。その狼のプリントとかそういうのが入ってるデザインが多いんですけど、この胸にワンポイント入ってるというのは結構珍しいと思います。
こちらの方でお値段が1万5800円に消費税になってます。続いてファイブラザーの XL 表記 XL トールですね。この配色使いやすくていいですね。程度もかなりいいと思います、特に目立つダメージはないかな、ないっていう感じですね。XL トールなので僕結構大きめになりますね。着丈が結構長いです。こちらの方で6800円に消費税になってます。もう一枚ファイブブラザーの L 表記ですね。こちら赤黒のブロックチェック、かなり人気あります。程度もいいですね。こちら L 表記だと僕ちょうどいいぐらいのサイズ感ですね。少し幅にゆとりがあるぐらいの感じです。こちらの方で6800円に消費税になってます。続いてラルフローレンのスウェット、サイズ表記 XL になってますね。前部位でワンポイントのポニーのネイビーボディですね。程度もかなりいいと思います。サイズ表記 XL でこの辺はかなり大きめの作りになってますね。僕も全然余裕を持って着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方で5800円に消費税になってます。続いて青刺繍のチャンピオン、XL ダブル XL ボディですね。こちらも色はネイビーで前部位のチャンピオンのワンポイント刺繍ですね。まあ、少しその退色した感じはちょっとあるんですが、その比較的ダメージは少ない方かなと思います。ちょっとここに少し色が映ってるのがあるかなっていうぐらいです。こちらもダブル XL でかなり余裕を持って着れるサイズ感になってます。こちらの方のお値段が6800円に消費税になってます。続いてボディがアーテックスの L 表記になってます。こちらスヌーピーのプリント可愛いですね。ラバーで入ってますね。ちょっと汚れがですね少し残ってる部分があって、ここですね。ただダメージとかその他特にないので、で L 表記僕は、ちょっとジャストな感じになっちゃいますね。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。続いてこちらディズニーのタグで、ワンサイズになってるんでもうかなり大きめの作りですね。グーフィーのラバーのプリント入ってます。こちらも、真っ白なんですがちょっと汚れが少し細かいですが残ってるところあって、さっきと同様あんまり特にダメージはないですね。ワンサイズなんでかなり大きめです。やっぱり僕も全然着れる状態になってます。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。続いてリバースから再生機刺繍タグの L 表記になってます。で胸にワンポイント入ってて、でフルスナップですね。スナップの状態も大丈夫です。ボディも特にそんなダメージはないんですが、ちょっと汚れがですねこの辺に少し残ってます。サイズ表記 L で僕はちょうどいいぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段が9800円に消費税になってます。続いてジャケットですね。ラルフローレンのスイングトップ、こちらのタグでサイズ表記 ダブル XL 表記になってます。この配色珍しいと思って選んでみました。で胸にもポニーのワンポイント入ってますね。状態もかなりいい状態だと思います。ダブル XL だと僕はさすがにちょっと大きくなっちゃいますね。こんな感じです。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。でもう一枚ラルフローレンスイングトップからですね、サイズ表記がこちらで L 表記になってます。三角タグの方ですね。こちらはネイビーボディで胸にはグレーのポニーですね。こちらも程度かなりいいと思います。サイズ表記 L でこちらは僕はちょうどいいぐらいサイズ感で着れますね。こちらもお値段7800円に消費税になってます。続いてセーターですね。
こちらタグがちょっとこうなっちゃってるんですが、こちらのタグがついていてサイズ表記が38になってますね。まあ、胸に大きく1960と入ってます。ちょっと程度が正直あんまり良くはなくて、ここですね、もうちょっとつまんでる部分があります。で、まあ流り筆っていうところで、まあ、年代として古いものではあります。背中の方にも少しここですとかちょっと、あとこの辺もですね、少しちょっと目立つところはあるんですが、でこれ38なのでちょっと小さめのサイズ感になっちゃいます。僕がちょっと正直あんまり着れないかなっていうぐらいサイズ感です。まあ、女性とか着ても可愛いんじゃないですかね。この辺はこういうなんかでっかい、もういわゆるカレッジっぽいプリントが入ってて、こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。続いてもう一枚、女性にちょっと着てほしいなって思うセーターなんですけど、こちらタグはついていない状態でコットンですね、コットンのセーターになっていて、ボーダーです。ピンクとベージュのボーダーですね。タグこそついてないんですが、特にこれはダメージはないです。まあ、サイズ感でいうと L ぐらいですかね。まあ、僕も着れるサイズではあるんですが、この辺はもうさっきと同様ですけど、女性に着ていただいた方がその見栄えがいいかなと思います。こちらの方でお値段が6800円に商品になってます。もう一枚セーターですね。タグがこちらのタグついていて、サイズ表記 L になってます。まあ、V ネックちょっと浅めなんでなんか合わせやすいかなと思います。でこちらも程度としてはかなりいい状態だと思います。サイズ表記 L でそこまで縮みは出てないので、僕もぴったり着れるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらのお値段が7800円に消費税になってます。続いてパタゴニアのフリースですね。こちらタグがこちらでレジスタの方ですね。でサイズ表記が L 表記になってます。でフルジップでちょっとよれちゃってるんで、少し縮みは出てるっていう状態になってるんですが、まあ、フリースの状態自体はそこまで悪くはないので、こちら L 表記で僕がちょっと小さく、まあ少し縮みがっていうところもあって少し小さく感じるかなっていう状態になってますね。こちらの方でお値段が6800円に消費税になってます。続いてシェルドシンチラっぽいんですけど、三角タグの方でこちらサイズ表記 XL になってます。この形珍しいと思います。少し汚れがちょっとこの辺ですね、少し細かいですが残っている部分があったりとかするんですが、こちらの裾の方にも入ってますね。特にダメージっていうダメージはそこまで見られないかなと思います。サイズ表記 XL なのもあって僕にはかなり大きいです。なんかいい感じにインナーとか着てその上からでも着れるような状態になってますね。こちらのお値段が7800円に消費税になってます。続いてこちらはシェルドシンチラですね。こちら三角タグの方でサイズ表記 M 表記になってます。この発色も珍しいかなと思って選んでみました。まあ胸にもパタゴニア入っていて、比較的これも状態はいい方かなと思います。特にちょっと細かいところで言うと、こちらの穴が少し開いてるっていうところぐらいですかね。またそんななんか広がるものでもないとは思うので、で M 表記僕はちょっとぴったりしちゃいます。いわゆるジャスト、本当ジャストっていう T シャツ1枚ジャストかなっていうぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段7800円に消費税になってます。続いてクラシックレトロ1枚いきます。こちらのタグでサイズ表記 S 表記になってます。このブルーの方もいいですよね。ただちょっと肘のところは少しフリーズが潰れちゃってるっていう状態になってます。この辺ですね。またそれ以外は他に気になるようなダメージとかそういうのはあんまり見られなかったのでちょっと選んでみました。サイズ表記 S だと僕はちょっと正直小さいですね。こんな感じです。こちらのお値段35,800円に消費税になってます。
続いてミリタリーから1着、こちらウェップですね。タグがこちらのタグで最終期42になってます。1970年のものになってますね。ウェップかなり人気もあるんですが、このワッペンついてるあたりもかなりかっこいいですね。正直ダメ、程度っていうところではあんまり良い、いいものではないんですが、リブとか見ても分かるんですが、ちょっといってますね。あとは全体的に少しの汚れが残ってる部分があったりとかしてって状態になってます。背中の方も同様ですね。ところどころっていう感じにはなるんですが、あとは腕の方とかにも少し残ってます。もともと作りが、着丈が短い作りなので、サイズ42でも僕ちょっと気持ち小さく感じるぐらいのサイズ感です。幅自体はあるんで、そんななんか着れないことはないと思うんですけど、ジップもこちらスコービルのジップついてて、あと首のリブとかも少しですね、コア長ったりします。こちらの方のお値段が 17,800円に消費税になってます。続いてリーバイスのボアジャケです。タグがこちらのタグがついてます。サイズ42になってますね。デニムの色落ちかなりいいかなと思います。で、状態も綺麗ですし、この辺もいいですね。サイズ42だと僕がぴったりっていうぐらいサイズ感ですね。こちらの方でお値段ですね、9,800円に消費税になってます。続いてもう一枚ボアジャケなんですが、こちらはサイズ46ロングになってます。ここまで大きいサイズ感なかなか見かけないかなと思います。いわゆるフォーポケのタイプで、タグもちゃんと残ってますね。こちらもいい色だと思います。背中の方も、特にダメージなくっていう状態です。いい色ですね。46で僕はかなり大きめに着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が、7,800円に消費税になってます。続いてラルフローレンのこちらのタグですね。サイズこれ L 表記かなと思います。エリコーデュロイでブランケット付き、ライナー付きの G ジャンですね。こちらもフォーボケのタイプで、で背中もこういう感じですね。この辺とかプリーツ入ってて着やすそうですね。で裾の方にパッチもついてます。で最終的 L なんで、僕はちょっと大きめに着れるいいサイズ感です。こちらの方のお値段が7,800円に消費税になってます。続いて靴を一足、こちらがバンズのオーセンですね。こちらも残っているレッドストックの状態です。ソールを見ても分かるんですが、こちらも全く減ってなくて、ヒールパッチも USA 表記バッチリ残ってますね。サイズなんですけども、こっちの方が安いかな、セブンハーフの表記になってます。こちらの方のお値段が、9,800円に消費税になってます。続いてバッグを一つ、こちらが LLB のトートですね。タグがちょっと下の方だけ切れちゃってます。少しその赤の色移りがしちゃってる状態にはなるんですが、ただこのサイズかなり使い勝手がいいと思います。ちょっと表の方にもですね、少し色移ってるところ正直あります。で、この角の方はですね、少し状態は来ています。サイズ感でいうとこれぐらいの使いやすいサイズ感ですね。こちらの方でお値段が6,800円に消費税になってます。続いてパンツいきます。こちら501ブラックのアメリカ製ですね。こちらの方で確認できますね。アメリカ製ですね。
サイズの方がこっちの方で確認できて3630の表記ですね。こちら色濃い濃く残ってる状態ですね。まだで裏が黒の状態、黒の方ですね。ちょっと程度としてこの裾の方ですね、後ろの部分になるんですが、こちら少しリペアがされている場所があります。あと裾部分なんで、そんななんか折らずに履く方とかはそんな気にならないかなと思います。実寸でちょっと伸びが出て3631っていう状態になってます。僕はちょっと大きいですが、ここまでの黒が残ってるのもやっぱ少ないのでかなりおすすめです。こちらの方でお値段が6800円、消費税になってます。続いてこちら501のカラーものですね。しかもデッドストックになってます。サイズ表記がパッチで3034の表記ですね。ちゃんとフラッシャーもついててギャランティーチケット残ってますね。デッドストックではあるんですが、ちょっとそのケミカルっぽい感じになってて、少し汚れてる部分がある感じにも見えます。まだこの色なんで、そこまで気にならない方がほとんどかなとは思います。まあ、実寸もウエスト30のレングス34になるので、まあ、僕は正直ちょっと長いです。まあ、ただ他は、変わり方長くてもこの状態なんで、その裾上げして履くのもかなりありかなと思います。こちらの方のお値段は12800円に消費税になってます。続いてコーデュロイの519ですね。こちらコーデュロイの状態めちゃめちゃいいですね。ジップが42タロンになってます。すごい張りが残ってる状態で、ちょっと裾上げはされてる状態になってます。コーデュロに関しては裾を上げ直しして、ちゃんと綺麗なステッチ入れてあげてもいいかなと思います。こちらの方で、実寸がウエスト29インチのレングス31インチになってます。ちゃんと裾だけ直して、もう少しあと1インチぐらい短いぐらいの状態にしちゃってもいいかなと思いますね。こちらのお値段は7800円に消費税になってます。続いて501のアメリカ製ですね。パッチ表記で上32インチのレングス34インチになってます。こちらも色残ってる方ですね。若干ですが毛羽立ち少し残ってます。こちらで実寸が上31インチのレングスが32インチになってます。このサイズもハマる方多いかなと思います。こちらのお値段が9800円に消費税になってます。続いてミリタリーのチノパンですね。こちらボタンフライっていうだけで、ボタンフライとベルトループが細いというところで、まあ、それだけ古いって分かりますね。ちょっと、探してみたんですが、多分サイズ表記これですかね。あったとしたらちょっともう薄れちゃって、かなり見えない状態になっちゃってます。他のディティールからして多分40年代後半ぐらいのものかなと思います。サイズがですね、実寸でウエスト37インチのレングスが31インチになってます。正直僕はちょっと大きいですが、このようなサイズ感でも需要はあると思うのでかなりおすすめです。こちらのでお値段が12800円に消費になってます。続いてリーの101ですね。 101Z ジップはタロンですね、のサイド黒表記ありの方です。ピスネームの方には、MR がちょっと見えづらいんですが、下の方ですね、 MR 入ってて、でパッチにも MR 入ってるので、そんな比較的年代が古いものではないです。まあ、ただバックポケットには当て布も残ってますね。正直この辺はもうかなり雰囲気系のデニムかなと思います。もう見ても分かるんですが、この辺ダメージがあったり、まあ、あとポケットの入り口もですね、少しダメージあったり、まあ、このリペアの感じとか見ても分かるんですが、あとはもう裾ですね、もうかなりちょっと破けが出ちゃってますね。でも片耳ついててっていう状態で、ただまあ股部分に関してはそんなひどいダメージとかないので、でなおかつリーのデニムでここまで荒々しいデニムってあんまり見かけないなと思って選んでみました。後ろ見ても分かるんですが、いい色に仕上がってると思います。
こちらの方で、実寸が上33インチ、3インチ表記だったんですけど、ちょっと伸びてますね。33表記の、33のウエストレングス34になってます。ちょっと僕は長いですが、まあ、裾のこの程度っていうのもあるんで、裾上げしてっていう感じで履くのも悪くないかなと思います。こちらの方のお値段が35,800円に消費税になってます。続いてリーバイスのデニムです。こちら501で、赤タブがスモール E のバックポケットシングルステッチ66前期ですね。パッチの方でウエスト28インチのレングス33インチの表記になってます。こういういい色、サイズも含めかなり女性におすすめかなと思います。ちょっと全体的にペンキが飛んでたりするのとか、あとはまあ膝部分に少しダメージがあって、あと裾ですね、なんか刺繍がされてて、こっちもちょっとペンキ飛んでます。リングスはもちろんオリジナルで耳付きですね。で、股部分は特にダメージなく綺麗な状態になってます。で、後ろの方が、まずポケットにちょっとダメージがあってっていう状態になってて、まあ少しすれも出てますね、この辺とかは。で、裾の方はこれはブリーチによる色抜けですね。で、膝裏の方ですね、程よく蜂の巣が出てるっていう状態になってて、かなりいい色だと思います。実寸の方でウエストが27インチ、レングスが30インチになってます。僕はちょっと履けるサイズではないんですが、本当女性におすすめかなと思います。こういういい色なかなか少ないので、僕らですね、こちらの方で、お値段の19,800円に消費税になってます。最後にこちら501のタブがビッグになってます。ちょっとパッチでわかるんですが、こちら S タイプになってますね。サイズ表記がウエスト34インチのレングス、多分これ30ですかね、ちょっとレングス先見えづらくなっちゃってます。で、ウエストシングルの V ステッチ入ってます。トポダムの6ですね。まあそれでわかるんですけど、60年代後半の方のビッグになってますね。また部分は特にダメージなしです。このペンキが飛んでる雰囲気すごいかっこいいですね。この元の色も結構濃い状態で、この膝部分とかの濃淡がはっきりしてるっていう状態でペンキが飛んでるので、僕はかなり好きですね。で、ただこれに関しては裾上げだけちょっとされちゃってます。当然耳とかついてるんですが、これはもう少し当たり出してっていう感じで直してもいいかなとは思います。後ろに関しては、まあ、特にこちらもダメージなくっていう状態ですね。ほんと裾上げぐらいで特にダメージリペアなしですね。こちらでこの裾上げされた状態でウエスト32インチのレングス27インチになってます。このままちょっと短めで履くっていうのもありかと思いますし、もうちょっと綺麗に裾上げし直して、それでなおかつ短めな感じで履くっていうのも、まあ、僕はかっこいいかなと思います。こちらのお値段が69,800円に消費税になってます。本日の商品紹介は以上になります。ベルエジュの方で買取板完売の方を行っております。何かお問い合わせありましたらお電話の方で対応させていただきますのでよろしくお願いします。ウェブスターの方でも、501XX の本と、あと G ジャン通常版ですね、そちらの方を販売させていただいているので、そちらの方もよろしくお願いいたします。